ワンタン、はい、どうも、こんにちは。ザワと申します。ノーブラックス実況、続きやっていきましょう。ということで、セナさんルートをやっていくんですけれども、いやー、ついに、セナさんも来てしまいましたね。1回目の例のシーンということでですね。まあ、一応、まあ、たくみくんとのシーンではないんですけれどもね。はい。セナさん自身の、まあ、一人何がしだったわけなんですけれども、まあ、なんと言いますか、まあ、このね、例のシーンについては、まあ、みんな買ってみてほしいんですけど、あのね、もうマジでね、なんか良かったです。まあ、中の人がね、いいっていうか、中の人の声がね、すごいいいっていうのもあったんだけど、やっぱりこう、セナさんってさ、こう、妄想がすごいじゃないですか。だから、こう、すごいさ、なんていうの、リアリティがあるんだよね。あ、ここで、こうされたら、みたいなね。あ、ここで、こんなことをされた、これがあれ、あの人の手だったら、みたいなね。こう、なんていうのかな、こう、セナさんの中で、まあ、その、詳しいね、妄想は、こう、口にはしてくれないんだけど、こう、あ、すごい妄想が頭の中で繰り広げられてるんだろうな、っていうのと、あと、うわ、すごいなんかいいんだろうな、みたいな、なんかそういうのがね、こう、声と一緒に伝わってきて、うん、何の解説をしてるんだ、俺は。まあ、もう本当にいいんで、まあ、皆さんね、ぜひぜひ買ってみていただければなと思います。はい、ということで、じゃあ、続きの方見ていきましょう。いやー、セナさんの、いやー、よかったです。ちょ、余韻がね、まだね、残ってますね、俺も。はい、じゃあ行きます。ん、よし、と。掃除はこれぐらいで大丈夫だろう。これだったら、源さんもやり直せ、とは言わないはずだ。さてと、それじゃあ、道具をしまって、今度は食器の片付けをするかな。あ。月山さん、もうお嬢様との話は終わったんですか？まあな、いろいろありましたからね、セナさん。ごめんなさーい。呆然と立ち尽くすわな、これ。なんですかみたいな。何に対してみたいな。謝りながらバタバタと走り去っていく月山さん。どういうこと？これについてはね、例のシーンでもあるんですけど、最後の方にね、ごめんなさいって言いながら、ね、頂点に達したということでですね。はい。まあ、本当に、なんていうのかな、こう、やっぱ申し訳ない気持ちがね、こうシャツの匂いをなんか嗅ぎながらみたいなね、みたいなね、なんか、こんな変態みたいなことしてみたいな、っていう、なんかそういうのがあったんだろうな。逃げられた。そこまで避けられてる。となると、本気で嫌われたのかな。なんだこれ、同じような、ほんとな、似たもん同士ですね、ほんとに。そりゃ、最初に変な態度を取っちゃったのは俺だけど。いや、大丈夫。大丈夫だから、お前らは。もう、好きな人にそんな風に避けられるって、結構傷つくな。はぁ、あ。いや、ごめんなさいに対して疑問を持て、お前は。やっぱり、この中途半端な状態がまずいのか。そうだね。このままだと、どの道月山さんを傷つけることになる。だから、ちゃんと決着をつけなくちゃいけない。自分の気持ちに気づいてしまったから。胸の中の大半を占めるこの思いを無視することはできそうにないから。どうしよう。どうしよう。あんなことした後で合わせる顔がないよ。そうか。確かに。まあ女の子もそうだろうな。まあね、男子もそうかもしれないが。あ、恥ずかしい。ちゃんと顔を見ることができないよ。どうしてあんなこと。うん。女になんてしちゃったんだろう。ね。うん。でも、藤島さんの匂いを嗅いじゃうと、胸がドキドキしてきて。あれ、また？ダメだよ。何やってるの、私。また変なことしちゃうところだった。いや、変なことじゃないですけどね。仕事中に変な、まあ、仕事中からしたら変なことかもしれないけど、別にな、おかしなことではないからな。それ自体は。もうちゃんとしないと。歯止めをかけるはずの気持ちがどんどん強くなっていく。苦しいぐらいに。誰か止めてほしい。この気持ちに歯止めをかけてくれ。なあ、匠。なあ。
うーん、違う。歯止めじゃダメ。もういっそ忘れてしまいたい。うわー、待って、そっちはやばい。じゃないと、胸が苦しくて苦しくて、息が止まっちゃいそうだよ。そっちはまずいな。もうずれまくりじゃねえか、マジも。もう、なんか見ててもどかしいな、このずれ具合。歯車が合わない。10月26。もうぐったりしてんなぁ、セナさん。まあ、あかりさん、はたから見てもなぁ、あれってなるよね。それじゃ、私はこれで、お先に失礼しますね。あ、はい。ねえ、セナの様子が変なんだけれど、昨日何かあったの？別に何もないですけど。急に僕を避けるようになってしまって。いや、もともとは自分の責任であることはちゃんと理解してるつもりなんですが。確かに避けているけれど、あれは別に嫌悪してるようには見えなかったわよ。まあどちらかというと、こう、ちょっとね、こう謝罪というか、なんかこう、申し訳ないみたいな感じのね、避け方。え、そうなんですか？だったらどうして？私、考えてみたんだけれど、ちゃんとセナと話してみるべきなんじゃないかしら。うん、確かに。あなたの心配はわかるわ。でも今の状態が正しいとはとてもじゃないけれど思えない。だから僕もそう思います。月山さんのことを傷つけたくないとかいろいろ言い訳をしてましたけど、それじゃあ何も解決しないんですよね。それにあの子のことを知らずに優しくできるなんて思わないでほしい。以前お嬢様が言ったこと、それは何も過去のトラウマに限ったことじゃないんだ。今回だって月山さんの本当の願いを知らない限り優しくできるはずがない。良かれと思って行動したことで彼女を大きく傷つけてしまうかもしれないんだ。だから逃げるのはもうやめよう。俺はこの気持ちと大好きな月山さんに向き合わなくちゃいけないんだ。そうだね。それに何？その後の言葉は？いえ、別に何でもありません。とにかく逃げるのはもうやめます。ちゃんと話してみますよ。そう、それならいいの。いいね、ちゃんとな。腹を割ってありがとうございます。姉さんもたまにはいいこと言いますよね。僕、姉さんのことが初めて年上の姉さんに見えましたよ。何よそれ。私はいつでも年上のお姉さんじゃない。そうですか。はいはい、そうですね。頭を撫でるんじゃない。子供扱いしないでよ。もう何なんですか。あのさ、瀬名さんルートってさ、どんだけあかりさんルートに行かしたいのね。もうやめてくださいよ、もう。本当に。あかりさんの例のシーン、また見たくなっちゃうじゃないですか。何回あかりさんルートに誘導するんですか、ちょっともう。すみません。すみません。でも、感謝してるのは本当ですから。うん。早いうちに決着をつけないと。そうだね、確かに。あ、お金本くん。ちょうどよかった。何ですか？あ、将棋ですか？あ、ターシャマ、シーちゃん。あれ、シーちゃん。どうしたんですかね？マサムネさん、おはようございます。おはようございます、マサムネさん。え、シーちゃん先輩。おはようございます。どうかしたんですか？はい。急な話で申し訳ないのですが、本日の放課後にお時間をいただけませんか？本当に急ですね。どうしたの？何か修理に用事でも？実はお願いがありまして。お？私のおじい様と一局将棋で勝負していただけないでしょうか？唐突だね。なんで、嘘？なんで匠くんと将棋？そういえば正宗さんの、祖父である理事長は将棋が趣味なんだっけ？それは構いませんが、どうして僕に？私が
おじい様の将棋の相手をさせられていることはご存知ですわね、うん、金本くんに指南していただいたのですから。はい、それは覚えていますが。お恥ずかしい話なのですが、私の将棋の先生である金本くんと一局指したいとわがままを申しておりまして。なるほど、そうなんですか。新海さんがですか。へー。金本くんのおかげでここ最近おじい様とは勝負が一進一退という感じなのです。ですからおじい様はここで私の先生であるあなたに勝利すれば大きな差を開けられると考えたようでして。なんだそれ。なるほど。だからもう師を倒せば、まあ弟子も倒したようなもんみたいな。このようなわがままに金本くんを巻き込むのは心苦しいのですが。いえ、事情はわかりました。姉さん、それぐらいなら大丈夫でしょ。でも一応気をつけてね。はい、わかってます。大丈夫です。将棋を一局ぐらいなら問題ありません。ありがとうございます。おじい様も予定がありまして、取れる時間は一局のみ、うん、しつこく再戦させられることはないので安心してください。はい、それじゃあ放課後に理事長室に向かえばいいですか。お願いいたします。おじい様には私の方から連絡をしておきますので。本当に申し訳ありません。まるで子供みたいに負けず嫌いで、我が祖父ながらお恥ずかしい限りです。まあでもね、あの人もね、相当いろんな考えがねありそうですけどね。そんなこと言っときながら裏ではみたいなね。まあ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 、でもね、今あの人も相当忙しいんだろうな。またあのね、まあ、あのそこはね、しずるさんルートで見てほしいんですけど、あのね、あの議員さんが来てるのかもしれないしな。そんなことはありませんよ。あの、ちょっとお尋ねしたいことがあるんですが。お？はい、何でしょうか。将棋の後の用件とは理事長室で行うものですか。いえ、政宗に関することですから本家に赴くことになりますが、それが何か。ほう、だったら一つお願いがあるんですが、将棋の後理事長室を借りることはできますか。お、理事長室。理事長室。おじい様に確認をしなければはっきりとは答えられませんが、問題はないと思います。金本は理事の一人ですし、鍵の管理さえしっかりしていただければ、おそらくは。確かにな。そうですか。それじゃあお願いできますか。わかりました。おじい様にはそのようにお伝えしておきます。いえ、むしろ将棋をする条件として加えておきますよ。いや、どういう条件やってなるけどね。いや、別に、僕は別にそこまでは。いいのです、もともとおじい様のわがままなのですから、これぐらいのことを言っても。それじゃあよろしくお願いします。はい、それでは失礼いたします。何の話だろうな。理事長室。また放課後に。理事長室なんて借りてどうするつもり。ね、いい機会なのでちゃんと話をしてみようかと思いまして。理事長室で。いつまでも逃げ回ってるわけにはいかないでしょ。でも屋敷だと仕事を理由に断られるかもしれないので。ああ、なるほどね。閉じ込めるじゃないけど、なるほど。もう覚悟を決めて、密閉させた密室にこうね、しかもこう理事長室だからね、もうなんだろう、こう、まあ、閉じ込めるじゃないけど、まあそういう意味合いもあるのかな。向こうにもね、ちょっと覚悟を決めてもらうじゃないけど。ああ、そういうこと。理事長がいなければ二人きりになれるでしょうし、ね、まあね。で、誰も入ってこないだろうしな。それ当たり前だけど、用がなければ。ということで姉さん、築山さんに話をしていてもらえますか。わかった。でもちゃんとしなさいよ。泣かせたりしたら本気で怒るから。努力はしてみます。どうなるかはわからないけど、まあな、そんなものを、まあ、やってみなきゃわかんないけどな。まあ、選択によっては、選択以下によっては、まあ、あかりさんもな、容赦はなさそう。起きた。失礼します。おお、待っておったぞ。さあ、こっちだこっち。久々だな。久々だな、じいさん。お前のお付きの人はいないのか。
はい。挨拶もそこそこ、というか、ろくにないまま、俺は将棋盤の前に座らされる。ご無沙汰しております。学院に通いながらも挨拶に訪れることもなく。そんな固い挨拶はよい。それよりも今は将棋だよ、将棋。おい、よいよいよい、もう座れ座れ。おい、やるぞよ、つって。おーれ、時間もないことじゃし、とっととやるぞ。やるぞやるぞ。あ、はい、わかりました。それじゃあ。お。誰かな、今からちょっと忙しくなるのじゃが。忙しくね、将棋やろ、お前。失礼します。お。しずるか。はあ、自分の師匠がわしに打ち負かされるところをわざわざ見に来たか。いいえ。私はおじい様が敗北するところを見に来たまでですわ。ははあ、いいやるな。私に将棋を教えてくださった金本君がおじい様に負けるとは到底思えませんもの。それはどうかな。この日のためにわしは必殺技まで用意したから、ね、さあ。もうなんか微笑ましいんだけど、こうやって見てみると。なんかすごい微笑ましいよね。で、もうしずるさんルート一回見た後だからさ、より微笑ましいよね。すぐにあっと驚かせてやるわ。さあ、いざ勝負。はいはい。まあでもしずるさんもな、いろいろと抱えてるんですけどね。お、なあ、またか。ちょうど今から始めようという時に。あら、失礼いたします。出た、瀬名さん。ああ、月山さん。ん？お主の知り合いかの？うちで働いてくれているメイドさんです。優秀なんですよ。おう、そうか。月山瀬名と申します。本日は、あかり様に見つかりまして、お世話のために、理事長室に行くようにと。そうか、そうか。では、お茶でも入れてくれるか。はい。皆様、日本茶でよろしいですか？私は構いません。僕も日本茶で大丈夫です。かしこまりました。奥の扉を開ければ部屋がある。そこに一通りの道具が揃っておるからな。一通りの道具。木山さんはそのままお茶を入れに部屋に向かう。よかった、ちゃんと来てくれた。ほれ、何をぼーっとしておる。始めるぞ。わしが先手で構わんな。僕は別に構いませんが。ではマジで始まっちゃったな。そうしてパチパチと将棋を進めていく。このさ、パチって音いいよね。なんか俺将棋やるときに無駄にさパチーンってね、音ね、鳴らしちゃうんだよね。無駄にこうね、なんかね、ほんと無駄なんだけどさ、こう普通に置けばいいのに、こうすっパチーンみたいな歩をこう一歩ね先に進めるときみたいな。今日のために必殺技を用意したというだけあって迷いなく手を進める理事長。しかしこれは、お、ふん、これで完成じゃな。何？どうかな、わしの櫓囲いは。これならば容易には破れま。櫓ね。櫓、穴熊とかあるよね。穴熊俺結構好きだな。なんていうの、なんか左サイドとかさ、右サイドにさ、ガッチガチにさ、こう固めて、何で、強者がいるところのさ、下らへんにさ、てか、強者がいるところとかさ、なんかもう周りにさ、もう、その周りにさ、玉を置いて、でね、もうガッチガチに固めるみたいな。あれめっちゃ好きだな。で、違うサイドから攻めるみたいなね。防御、超完全防御型みたいなね。ヤグラ囲い？そんな名前をつけるだなんて卑怯ですわ。なんだかものすごく強そうじゃありませんか。まあでもね、結構なんだろう、分かればそんな強くないよね。ただまあ場によっては相当やっぱね、その 手順とか間違えるとね、もう一方的にやられちゃいますよね。もう崩せずに。さあどうするね、金本の。そうですね、じゃあこっちで。お茶をお持ちいたしました。お、おお、すまんな。いただこう。将棋ですか？私、将棋はよくわからないのですが、どちらがお強いのですか？
今はおじい様が卑怯な技を繰り出したところです。卑怯ではないな。金本くんもここは名前のついた技で対抗すべきではありませんか。じゃあね、藤井システムじゃないけどね、藤島システムいきましょうか。そうやっちゃうとバレちゃうからな。そうですね、雁木囲いでいこうか。何雁木囲いで、いや、わかんないんだけど、これ雁木でいいのかな。何それ、雁木囲い。名前だけだとなんだか矢倉囲いの方が強そうですが、大丈夫なのですか。名前で強そうな、なんかそのあれを比較しないでくれ。ちょっと首里様大丈夫ですか。馬鏡が大事だからな。できる限りのことはやってみます。苦し紛れの技などわしには通用せんぞ。苦し紛れ。大手です。意気揚々と手を進めていた理事長がその一言に凍りつく。おかしいの、うん、わしの矢倉が一気に崩壊した。え、さすが金本くんですわ。私は最初から信じておりましたとも。雁木囲いは響きが弱そうだと言ってませんでしたか。そのようなこと言っておりません。なんでこんな夕方になってんの。もう日も暮れちゃって。ただちょっと矢倉囲いの方がかっこよくて、うん、強そうに聞こえると思っただけで。聞こえるっていうね。もう一曲だけ。まあ何回やるんじゃ。じゃあ、いやでも何か用事があると聞きましたが。そんなことどうでもよいわ。今はお主との対決に決着をつけるのが先じゃ。どうでもよい。おい、仕事しろ、新海。おい、おじいちゃん、なんで仕事をほっぽりかして、お前、将棋にそんな熱入れてるんじゃ、お前。おじい様、本家の用事をどうでもいいとは、どういうことですか。この孫に怒られるおじいちゃん。あ、いや、しかしだな、ここで引き下がっては、政宗の名に傷が。いや。つきません。本家の用事をおろそかにする方が傷がつきます。それに最初に言ったはずです、一曲だけだと。さあおじい様、参りましょう。これルンルン気分だろうな、千鶴さん。ねえ、仕方あるまい。今回はわしの負けとしておこう。まだあるんですね、今回は。ってことは、では今日はここまでですね。ありがとうございました。いや、わしの方こそ楽しい一曲じゃった。そういえばお主、何かこの部屋を使いたいんじゃったな。うん、これが鍵じゃ。ありがとうございます。鍵は明日にでも持ってくればよい。ではな。それでは失礼しますわ。今日は本当にありがとうございました。いえ、それでは。そっちのメイドもうまいお茶じゃったぞ。ありがとうございます。ではまたな。そうして二人が出て行って、部屋の中には俺と築山さんの二人っきりとなる。将棋は結構頭を使うから大変なんだよな。疲れただろうな、ちょっと若干な。はあ、終わった。お疲れ様です。ああどうも、すみません、わざわざこの部屋にまで来ていただいて。いえ、そんな気になさらないでください。シュリ様のお世話をさせていただくのもお仕事のうちですから。お、あのこの部屋にはもう誰も来ませんから、金本シュリじゃなくて屋敷の時みたいに藤島匠でいいですよ。え、でもなこと言われてもな。それに話したいことがあるんです、藤島匠として。話したいことですか。はい、だからお願いできませんか。わかりました。それじゃあ座りませんか、ゆっくり話したいので。はい、失礼します。あのそれでお嬢様は。はい、先にお戻りになりました。ここまでちょっとねえ、今なんかすごいさ、シャキッときたのにさ、なんかちょっとひよったな、今。そうですか。
たくみくん、覚悟を決めよう。緊張するな。まあ、わかるけどな。いや、ダメだ、ダメだ。こんなんじゃ。自分から誘ったんだぞ。いや、もう本番になって、いざこう話すぞってなったら、みたいなね。今さら逃げるわけにはいかない。藤島さん、将棋、お強いんですね。初めて知りました。なんか、話そらされたな。多少させる程度ですけどね。これも、昔アルバイトで覚えまして。もう何なんだよ、本当に。そんなアルバイトがあるんですか？驚きです。驚きですね、本当にね。柄の悪いおっさんが多い場所でしたけどね。それなりに楽しかったですよ。本当、藤島さんはいろんなアルバイトをされてるんですね。他に、どんなアルバイトをしたのか気になるぐらいです。よかった。月山さんの笑顔を久々に見ることができた。それは、月山さん、ごめんなさい。あの急にどうされたんですか？前から変な態度をとっていたから、そのことを謝りたくて。本当にごめんなさい。そんな謝らないでください。私の方こそ謝らないといけないことが。その藤島さんで、やっぱり言えません。何ですか？何でもないです。とにかくごめんなさい。おなまで言ったらわかるやろ。もう私も変な態度をとってましたから、はい、だからごめんなさい。いや、もともとの原因は俺にあるんだから仕方ないですよ。そんな、顔を上げてください。許してもらえますか？許すも何も、私は怒ったりしていません。むしろ申し訳ないと思っていたぐらいで。月山さんが申し訳なく思うことなんて何もありませんよ。藤島さんは私のことを嫌いになったりしたわけでは？とんでもない。月山さんを嫌いになるだなんて。俺は月山さんのことが好きですよ。本当ですか？待って。なんか、いや、なんかサクッと行き過ぎなんだ、お前は。もちろんですよ。俺はあなたのことが好きです。よかった。私、嫌われていたわけではないんですね。セナさん？セナさん、ちょっと今の言葉の、この好きというところにちょっと気づいていただけると助かるんですけど、このままスルーするつもりですか？嫌いになるだなんて、そんなことはありません。すみません、変な心配をさせて。いえ、そのお言葉が聞けて嬉しいです。そうですか。好きに関してはスルーするんですね。なるほど。藤島さんと話せてよかったです。はい。なんだか、ほっとしました。ほっとですか。俺の気持ちを聞いてほっとするってことは、やっぱり勘違いしてる。俺の好きっていう気持ちは、家族に対するような気持ちじゃないってことを。ああ、そういうことね。なるほどね。あ、はい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 。だから今のは、さらっと言ったけど、まあ、女性としてねっていう意味だったんだけど、まあ、セナさんはっていうね。それでは、そろそろ帰りましょうか。連絡をして、すぐに車を。待ってください。お？笑みを浮かべて部屋から出ようとした月山さんの腕をつかむ。まだ、話は終わってないんです。聞いてください。俺は月山さんのことが好きです。はい。ありがとうございます。はい。でも、何度も言っていただかなくても。そういう意味じゃないんだけどね。違います。そういうことじゃなくて。俺は女の子として、恋愛対象として月山さんのことが好きなんです。え？月山さんのこと、一人の女性として好きなんです。まあ、そうなるわな。ちょっと、なんかおかしいなと思ってたんけど、まあ、ちゃんと言えばね、こう、
こうなるんですよ。やっとこう反応してくれたなって感じだったな。はい。藤島さん、困ります。そんなこと言われたら困っちゃいますよ。すみません。この気持ちが月山さんを困らせていることは分かっています。でも好きなんです。いつもの自分を保てないぐらいに好きなんです。だから変な態度を取ってしまって。このままじゃいけないと思って、だからちゃんと謝って告白しようって。そんなの困ります。困りますよ。せっかく自分の気持ちを我慢できるような気がしてきたのに。好きだっていう気持ちに歯止めをかけられると思ったのに。もうな、歯止めをかける必要はないと。そんなこと言われたら嬉しいじゃないですか。好きっていう気持ちが我慢できなくなっちゃいます。どうしてそんなに悲しそうに言うんですか。だって私には藤島さんに好きになってもらう資格がないんです。え、私卑怯でずるくて最低だから、こんな女を好きになっちゃダメです。いいじゃないですか。それどういう意味ですか。私はきっと藤島さんとお父さんを重ねてます。うん。お父さんの身代わりに藤島さんのことを求めてるだけなんです。最低ですよね。幻滅しましたよね。まあでもそれでもいいよな。分かってます。自分でもそう思います。私なんて好きになっちゃダメなんです。知ってますよそんなこと。月山さんが俺にお父さんを重ねていることは知ってました。そのことでそんなに悩んでるとまでは思ってませんでしたけど。でもだったら知ってる上で好きなんです月山さんのことが。行くね。もう覚悟決まってんだよね。もうね、俺は月山さんのそばにいたい。ずっとずっとそばにいたいんです。一人は嫌だと言ったこの人のそばにずっといたい。他の誰かにあんな風にしがみつくことがないように。他の誰かにな。ずっと笑顔でいてほしい。自分のそばでな。何があろうとその気持ちだけは決して変わらないから。好きです、月山さん。でも、私きっと藤島さんを傷つける。こんな卑怯な気持ちのままじゃ答えられません。俺は別にそれでもいいんです。父親の代わりとしてだろうと、なんだろうと。そんなのダメです。あら、そんなの失礼すぎます。気持ちを踏みにじってます。俺はそれでもいいんです。木山さんのそばにいられるなら、一緒にいられるなら、時間はあるんですから。いつかはその心を俺だけのものにします。してみせます。藤島さん、おー、男をあげるなお前。そういうところいいですね。あ、なんかそんなにお父さんに見えるんだったら俺色に染めてやるじゃないけどね。おー、いいねいいね。だから今は別にいいです。俺が月山さんの心を変えてみせます。俺のことが忘れられないようにしてみせる。何度でも言います、俺は月山さんのことが好きです。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。お、もうここまで言ったらな、セナさんもな。いやでもここまで言ってくれるっていうのは嬉しいかもしれないね。でも私は、それでもなんだ。かたくなに拒絶しようとする月山さんの腕を俺は引っ張った。そしてソファーに押し倒す。え、何してんの。何してんの。嘘でしょお前。あら、はい。ということで、じゃあ今回は、以上にしたいなと思います。はい。BGM が入ったということでですね。まあ、ちょっと今若干見えているんですけれども、気にしないでいただけると。今ね、ちょっとテキストでいい感じにこう隠れてるんでね。はい。ということで、じゃあ、次回、また、多分次号からになると思いますが、お楽しみに。それでは、以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。